炎龍さん、ガンガン行け。本日のメインイベント、頑張れ。三冠ヘビー級選手権試合、60分一本勝負を行います。頑張れ。青コーナーチャレンジャー、270番のアックスデューガン、頑張れ。赤コーナーチャンピオン、頑張れ。270パウンド、テルケンイチョー、レフリー和田恭平。打ち鳴らせ、今ゴングだ。さあ放送席、解説は桃田さんにお越しいただいております。一言両者を見ていただいて感想をお願いいたします。そうですね、両選手とも肌ツヤがいいですね。いい練習してきたんじゃないですか。ああそうですか。逆に投げてまいります。切り返します。ショルダータックル、引き起こします。エルボーで返します。ここまでの戦い振り返り、ご覧になっていかがでしょうか。これはまだ五分五分ですね。そうですか。ボディースラム、起こします。組み合います。倒してまいります。あと返します。汗がミストとなって飛び散ります。強烈であります DDT。 おっと、そのまま WAR スペシャルの体勢であります。ロープブレイク、組みに行きます。逆に振り返した、全身でぶちかましてまいります。ストンピング、蹴りつけてまいります。このあたり一発一発が重いですね。そうですね、これはダメージがあると思いますよ。掴んだ、ナックルを打ち込んでまいります。グーパンチです。このあたりうまいですね。そうですね、こういった攻めっていうのは試合の流れを自分のリズムに持っていきますからね。エンドレスな逆水平チョップであります。 WAR スペシャルに持ってまいります。蹴りを見舞ってまいります。腕をフックします。ストマックへの攻撃であります。掴みます。弓を引くナックルであります。腕を回します。させません。腰を落とします。首から突き刺さります。ストンピングです。フロントからのキック行くのか。ココナッツクラッシュに取ります。おなじみのポーズです。起こしてまいります。ブレンバスターで切り返します。ラフ殺法に転じます。掴みます。容赦のないキック攻撃です。グーを打ち込みます。抱えます。リバースで返します。キックを打っていきます。ボディースラムで投げてまいります。 WAR スペシャルに持ってまいります。ドロップキックを見舞ってまいります。ロックアップ、巻き投げで切り返します。おっと、そのまま WAR スペシャルの体勢であります。ロープに逃れました。気合を入れてまいります。ラリアット左腕、スタンディングを取らせます。 DDT でマットに突き刺します。エビに固める、カウント2つ、惜しい、組み合った、すごい形相で締め上げていく、ハンマー気味のパンチ、引き起こす、腕を回した、させません。もうレッドゾーン
入ってますね。もうここまで来ると気持ちで行くしかないですよね。はい。場外に降りる。はったー。抜くのか。打たせない。ガジェット組み合った。お気をつけください。抱えた。あと逆に投げていった。リングに戻ります。リングに戻ります。腕をフックした。バット逆に返した。10分経過。10 minutes past。 いけるか。正面から投げていった。見栄を切った。カバーの体勢。ホールを返すっていうのは意外とスタミナを使うんですよ。だから何回もホールされるときついですよ。スタミナをロスするわけですね。WAR スペシャルで強烈に締め上げる。フロントキック、いけるか。あっとコブラツイスト。組み合った。ロープに飛ばした。しましたよ。記憶が飛んだか。53歳。若すぎる。53歳。ここからは大技を 2,3 発持っていきたいですよね。ブレンバスターで切り返した。起こした。